品質保証書。恋人と付き合って数年が経った頃、なんで結婚しないの？と職場でよく聞かれるようになってきた。私としては早く結婚したいのだが、当時の私は非正規のフリーターだった。とてもじゃないが結婚を申し込める立場ではない。アルバイト生活じゃ無理ですよ。結婚を勧める同僚たちにそう説明するのはとても気のめいることだった。ある日、仕事が一段落して休憩しようと思い、社員食堂に行くと、みんなが輪になって何かをしている。何をしているんだろうと覗き込もうとすると、はい、できたよ、これ彼女さんに渡して、と一通の封筒を渡された。封筒には、彼女さんへ、正社員一同よりと書かれていた。週末に恋人に会い、その封筒を渡した。そして一緒になって開封した。そこにはこんなことが書いてあった。品質保証書。彼はアルバイトですが、決して不真面目でもいい加減でもありません。勤勉で誠実な男です。収入は不安定かもしれませんが、結婚したらきっといい旦那さんになると思います。ここにそれを証明します。正社員一同。びっくりした。休憩時間に正社員の人たちがこんなものを作っていたことを知って、驚きと同時に嬉しさも感じた。へえ、こんなものを作ってもらえるなんて、よっぽど信頼されてるんだね。彼女はにっこり笑って私に握手を求めてきた。結婚を後押ししてくれたあの品質保証書、夫婦の宝物として今も大切に保管してある。人生の一大決心でもある結婚ですから、後押ししてくれたらどれだけ助かるか。この品質保証書という、こう形式といいますか、これにスポットを当てたのも職場の皆さん粋な計らいだなと思いましたね。